おはようございます。元男の子の青木かのんです。今時刻はですね、朝の4時16分なんですけども、さっきですねアップルの発表会ありまして、夜中の2時からですね。で、私がすごい気になったのがもちろん iPhone なので見てたんですよ。したらさ、これ買いますよ、買うしかないでしょ。なので今日はですね iPhone 13 Pro の方にフォーカスを絞って、興奮した状態で皆さんにですね10分でわかる最新の iPhone 13 Pro っていう動画をですね、速報動画で今から撮っていこうと思います。ではこちらホームページどうぞ。もう更新されてます。 iPhone 13、おわかっこいい。今回さ、リーク画像ではさ、ローズゴールドが入るみたいな言われてたけど、ブルー系の なんだろうサファイアブルーみたいな色、めちゃくちゃかっこいい。おーかっこいい、これはかっこいいですね。たださ、今回びっくりしたのがカメラめちゃくちゃでかくない？カメラでかくない？リンゴちゃんの位置とカメラの位置の関係を見るとこんぐらいあるってことですよね。プロの方のカメラだと余計に際立つんですよね。確か今回のプロとマックスってカメラの性能は一緒だったと思うんで、プロマックスのサイズのカメラのモジュールを一回りちっちゃい普通のプロのボディにマックスと同じカメラモジュール乗せてるから、すごいでかかったんですよね。で、これですよ。ノッチちっちゃくなったんですよね。これは嬉しいですね。ノッチちっちゃくなったの嬉しい。ノッチってここですよ。これがちっちゃくなってんの。うわ、いいね。ブルーいいね。ブルー欲しいかもしれない。いいね。予約注文9月17日午後9時から。いやー、生配信やっちゃおうかな。いや、かっこいいな。うわ、かっこいい。ふい。かっこいいね。なんじゃこりゃ。うわ、サファイアグラスですかこれ。で、これか。一回り大きく。あ、でもこれだいぶのっちちっちゃいな。はい。おー、かっこいいね。カメラモジュール一緒か。フラッシュと、ここにマイク。これも一緒ですね、位置は。基本的に。カメラでかいのかっこいい。で、色が。わー、でもゴールドかっこいいな。でも色味多分変わんないだろうな、あんまりな。いやー、いいね。普通のプロの方が、12万2800円か。シーラブルー。13プロマックス。だと、最低でも、134800円。たっけー。待って、ちょっと待って、高くない？ 1 テラ。19万。嘘でしょ。いや、私これちょっと怖いな。スマホに20万でしょ、約。マジで？え？待てよ、これ普通の13 Pro だと ?18 万。高えな！絶対、13 Pro Max の方がいいじゃん、そしたらでかいの。あ、でも人それぞれか、それは。え？高っ！医療に使われるレベルのステンレスチール。カメラのモジュール結構高いんだな。高くない？高くない ?12 Pro Max とどう？より強化されたらしいですね、この画面の強度が。あー、でもやっぱのっちちっちゃいな。いいな。だね、なんか毎回その Apple の発表イベント見て思うのが、インカメラの画質とかを全く触れないんですよ。私、インカメバッグ使っちゃうから、自撮り大好き、ナルシスト、子供部屋おばさんなんで、インカメちょっと触れてほしかったな。ただね、この背面カメラやばいんですよね、今回。アップルが開発したプロのカメラシステムがかつてないほど大きく進化。より多くのディティールを捉える新次元のハードウェア。写真撮影や映画制作に新しい技術をもたらす極めて賢いソフトウェア。その全てを動かす信じられないほど速いチップを搭載。撮影の常識が一変します。そう、今回すごいのが、シネマティックモードみたいのがあるんですよ。標準のカメラの撮影の機能に。その発表イベント見て私が、うわ、これは欲しいぞと思ったのが、撮影中にピントとかを当てて決めるじゃないですか。で、ここにピント当てたらさ、奥がボケるじゃないですか。そういったのが後からでもできるようになるんですよね。それすごくないですか。後からできるってどういうことっていう。それは買うしかないでしょと。映像制作の人に今回すごい、うわ、ほらほらほら、どんどん出てきたよ。そう、マクロカメラもね、こう搭載されたんですよ。この花ね、ひまわりの花に群がるミツバチとか、すごい足にさ、花粉とかつくぐらい、こう、ズームしてる写真とかあるじゃないですか。そういうのが撮れちゃうっていうことですよね。まあ、使わないけど。うわーって、うわーって、マクロ写真撮影が iPhone にデビュー。新しい超広角カメラはデザインが一新されたレンズと、パワフルなオートフォーカスシステムを搭載。超広角カメラって、正直この、おまけレベルだったんですよ、今まで。画質下がっちゃうし。で、手ぶれも弱いし、暗いところを撮ったら、ガラケーで撮ったんじゃないのか、みたいな。
なんかそんな感じになってたんですけど、今回からかなり実用レベルになったみたいですね。あ、超広角カメラでオートフォーカス使えるってことか。それめちゃくちゃいいですね。今までのやつってさ、ピントなんか甘かったですよね、超広角カメラって。それすごいいいな。むしろ超広角カメラばっか使いますからね、もう今。そしてわずか2センチの距離でも、もうこのぐらいの距離でもピントを合わせられる最小レベルのディティールも壮大に映すマクロレンズってことか。一本の腕毛を、あ、腕毛じゃない、一本の産毛を捉える、一滴の水を拡大する、小さな世界の美しさを目撃してくださいってことなんですけども、こんなに繊細になっちゃったら画像加工したりとか美肌補正とかそういうのが通用しなくなるってことですよね。ここまで画質を上げられるのは困る。そうなんだ、マクロビデオの撮影もできるんですね。これいいですね。あ、だからこれあれか、ピアノの鍵盤のこのね、これ望遠カメラ撮ったんじゃないの？違うか。あ、違うわ、望遠カメラとはまた全然違いますね、ごめんなさい。傑作は夜に生まれる。ん？どういうことだ？ iPhone 13 Pro は暗い場所でも撮影できるように作られました。広角カメラはより明るい絞り値と Apple 史上最大のセンサーを持ちライダースキャナーを活用してナイトモードのポートレートを撮れるようにします。あ、ライダースキャナーこれですね。これがもっとレベルが上がったってことなんですかね。これがあることによって暗いところでもピントをバシッと当てられるっていうことですね。で、レーダーをバーって出して。わあ、これいいな。超広角カメラかなり強化されてますね。もう普通に標準レンズと変わらないような用途で使えちゃうってことですよね。ほんとね、超広角カメラ使ってる方だったらわかると思うんですけど、ほんとにおまけレベルだったんですよ、今まで。なんかすごいノイズビシビシって、なんかジリジリ出ちゃうしさ、暗いとこで撮ると。使えないよね、みたいな。だから無理やり、なんだっけな。広角レンズみたいなのをこうやってクリップでこうやってね、挟んでやってたりとかしてたんですよ。それに頼らずにできるってことはすごいありがたいですね。やばいな！ Vlog とか写真撮影とか、はかどりますよ。で、広角。F1.5! めちゃくちゃ性能高くなってる。F1.5 って言ったらだってもう本当にそのルミックスとか、キャノンとか、ああいう高級コンデンツと同じぐらいのレベルの明るさなんですよね。すごいいいってことです。結論すごいです。ああ、これね、インカメ。iPhone さ、その、なんか美肌補正モードとかあったらいいんだけどな。そういうのないのかな。私みたいに美肌補正頼みの子供部屋おばさんは、淘汰されていってしまいます。だからセルフィーも驚くほど美しい。いやいやいや、美肌補正つけてよ。で、今ね、私これあれなんですよ。ギャラクシーのインカメなんですけど、これはね、なんかね、すごい明るいんですよね。うん。これ特にこれ今ね、補正とかかけてないんですけど。うん、ほら。ボケたりもするんですよね。こういうのがあったらいいですね。それインカメでも背景ボケとかすんのかな？こっちは。A15 バイオニックですね。M1 ついたら、でも M1 も使う場面ないか。ただ私もカメラと Twitter と YouTube 見るぐらいしかしないんで。そうだよね。M1 宝持ち腐れになっちゃうね。私が持ったらね。iPhone 12 Pro Max よりは長くなるってことですよね。だいぶ。嬉しいな。プロに登場、プロモーション。ああ、これね。この滑らかさが、これ今 60Hz なんで、これの倍滑らかになるってことですよ。もう、ふーって、もちろん 120Hz をずっとこれね、滑らかな映像をこう、表示したら、電池の消費激しくなるわけですよ。すごい感動したのが、対して別にここスクロールしなくてもいいんじゃねってところを、iPhone は 10Hz にしたり、20Hz にしたり、お、ここは滑らかにしなきゃいないということで120ピューンってやったりとか、あ、ここ大したことないから 60Hz 下げようかなみたいな感じで、もう常にね、10Hz、20Hz、30Hz、120Hz みたいな感じで、グワングワングングンやってくれるらしいんですよ。それが、すごいって思った。これね、やばいね。しかも、今回容量が最大で1テラ。いや、1テラか。なんかね、大は小を兼ねる。ん？小は大を兼ねる。どっちだっけ？大は小を兼ねる。っていう考えのもと生きてきたんで、今まで 512GB を極力選ぶようにしてたんですけど、1テラか。ちょっと。いや、ちょっとこれひよってきたの私。大は小を兼ねるっていう私が今まで生きてきたこの根幹にある部分が揺さぶられている。あーっていう感じですね。皆さんは。買いますか？この青木はですね、買います。宣言しましょうかね。何を買うか。予約争奪に勝たなきゃ意味ないんですけど。青木かのん、
名前が青木っていうこともあって、 iPhone 13 Pro Max のシエラブルー1テラはいらないかな、512ギガぐらいでいいかな。いや、だってさ、私 iCloud 2テラ入ってるし、で、Google フォトでも、20テラ、今10テラプランか、10テラプランだったら盛りすぎたな、10テラプラン入ってるから、いや、全然もう1テラのこのモデルなんて、もう、ただの、ね、無駄遣いですから、いや、いいな、1テラ、1テラ持ってんだぜってこうね。もう私ここにマジックで、マッキーで1テラって書きたいですよ。いや、128ギガとは違いますからと。かけてる金額が違いますので、こっちが本当の iPhone ですよって。やりたいけど、お金そんなに出す度胸はありません。はい、ということで、今日はですね、もう深夜のテンションで、新型の iPhone 13 Pro の速報を皆さんにお伝えさせていただきました。皆さんも何買うか、何が欲しいか、ぜひ画面の下にコメントしてみてください。ぜひ、チャンネル登録して、実際買った時のレビュー動画とかもお待ちいただければと思います。今回の動画が少しでも楽しいって思ってくださった方、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。Twitter、Instagram、LINE 公式アカウント、TikTok もありますので、そちらの画面の下からフォローお願いします。また、次の動画で、美味しいましょう。